ドリコム。ご案内、キララファンタジア、ゲームスタート。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。これでログインボーナス完全にリセットされました。私は八神子、ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。トレーニングジムに行きます。回収です。おはよう。えへん、すごいでしょう。すごいわ。いい運動ですね。頑張ってるわね。この辺も確率上げてあげないといけないですよね。キャラポイントは十分は足りる。何が良くない？元気に張り切って行きましょうか。しっかりね、身になる人をトレーニングしないと意味ないですからね。どんどん積極的に上げていきたいんだけどな。行ってきます。期待してていいよ。よかったら少しお力。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。お、エトアリウムのかけらを手に入れましたよ。ロゴボ14日目か。これは大事です。貴重に置いときましょう。せっかくなんだし楽しまなきゃね。これからもよろしく。さあ、今回は引き続き友達を、友達は友達大作戦のクエストの続きやっていきたいと思います。今、石が215ですか。こちらの石もどんどん貯めていって再び10連召喚できるようにしたいですね。ルームにアイテムを3個設置するっていうのはありますよね。商店街じゃない、ルームルーム。もう設置したものについては初心者チャレンジを対象にならないんですよね。ありがとうございます。たまってるゲームで今回はいいと思います。うまいですよね。さあ、このようにいつも通りごちゃごちゃしちゃってますが、一回収納して、いやいや売却しない。あ、でも売却できるんだったら売却してもいいかなっていう気にはなりますね。そうというか、漫画先生の作業机、これ大事ですよね。
おっと、これだと座れなくなるや。反転、反転、反転、反転しても椅子がこっちにあるんかいっていう感じですよね。ベッドルームには無理ですよね。さあ、ミッション達成で初めて行きましたよ。このようにして、だから少しお力を貸していただきたく。キララポイントが1000ゲットできました。これは地味に嬉しいですよね。さらにホームへ。いつもとよさとの回収を行いましょう。お金も結構このゲーム大事ですからね。サエさんのノートは本当見やすいな。ね、施設ってまだ設置できないんだったっけ。お金もいっちゃうんですよね。5万とか平気で飛んでいきますからね。もういろんな効果がきっちりあるんで無視できないですけどね。チケットが1個あるぞということで、あえてこれ、チケット召喚は行いたいと思います。あ、ちなみにですね、このピックアップ召喚の出現一覧はご覧の通り、万年大会スロースタートにそういうキャラクターがいるんですよね。で、他にもスロースタートのキャラクターが出てくる。まあご覧の通り、引き続きランプ、ポルカ、コルクの3つも選べる。あ、属性があるんですね、それぞれ。そういえば出現一覧に青がちょっと足りないんですよね。青のパワーアップも行わないといけない。開きますよ。あー残念、鈴風青葉不参ですね。しかしこの衣装すごい綺麗だ。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。鍵の手入れをして、あとはちょっと手伝ってほしい。サンキュー、すごくいいね。またお願いするかも。キラーポイントも稼ぎました。キラーポイントは稼げてきてるんですよね。まあ、いつも会社に泊まってると思われるんだよね。問題はさすがに2日に1回は帰るよ。お金、とにかくお金なんですよね。おーと思ったら30万のコイン手に入れちゃったよ。これは嬉しいです。というわけで、いきなり強化っていうか限界突破を行いたいと思います。フィルターで水属性のみにしましょう。知能って今50なんだ。うるさいですよ。というわけで大人に近づいた気がします。いいですね。知能、知能どんどんパワーアップさせたいけど、やっぱりバランスは大事です。学校暮らしの若さ。みんなで一緒に卒業しましょう。ハルカナレシーブは、あ、これハルカナレシーブのこの子はです。やってるんですよね。気に入った子の方がいいな。あんまり気に入ってるわけじゃないけど。 A チャンネルはミホか。
まあそういうのはこの子だよな。どうだ、私だって成長するんだよ。さあ強化を行いましょう。まだまだ精進します。さあ学校暮らしの若さも種ばっかり溜まっちゃってますよね。いい感じね。昔の自分に近づけてるかな。ひかかなた、これアニメーションで見せます。力が湧いてきたよ。さあこれでパワーアップやトレーニングできをにふさわしい人っていうのが分かりますからね。このレベルを1上げることでこれ結構重要です。というわけで、やっていきましょう。一ノ瀬花って言います。そうだ、これでメインクエストじゃない、メインクエストも大事ですが、曜日クエストってお金だったんじゃないかな。お金じゃないんですね。メモリアルクエストとか進化させないと先に進めない。まあいいでしょう。これからお出かけ、元気に張り切って行きましょうか。さて、いよいよメインのシナリオクエストですが、力を合わせてということで、赤と土のメンツが、ですね、これすくみになってるんですよね。なのでまあなかなかこっからいよいよ難しくなっていく感じではあります。行ってみますか。万年大会もう引いてる人いるんですよね。行ってきます。やるしかないよね。一体では簡単ですよね。お、なんか中ボスクラス、あ、なんだこれ、基本赤じゃん。まあ使っちゃいましたが、本当はスキル使いたかった。お、ポルカだ。さすがに体小さいと疲れるでしょう。私は大丈夫。溶岩湖。ああ、そうなの。門を開けるのは厄介。リレー？
ありがとな。微妙。了解。了解が可愛いですね。いいですね。服もいいですね、カナは。いろいろ考えすぎないで、もっと気楽に、ね。よっしゃー！やい！はい！はい！魚が一番って。そういうとこがまた可愛いんですよね。嘘だろ。転んだ。どんだけ運動神経が。頑張ってます。駅伝かな？彼女は早いはず。もうやだ。いいですね。やい。ありがとな。まあまあ。なんとか。そうなんだ。意外やびっくり。諦めなかった。これはすげえ。いいな、優しい世界だな。さあ、この背景の書き込み見てくださいよ。すごく家の書き込みとか細かい。私が静岡行った時に、本当にずっと山の中腹まで茶畑がこう広がっていて、軽トラでくるくる蛇行しながら上がっていく道があったんですよね。それ東海自然歩道の一つだったんですが、それ上に登った時の景色がすごく素晴らしかった。静岡の本当に お茶のところ景色はいいですね。京都にもあるんですよね、その東の方、和塚町とか、奈良の北東とか、京都市で言えば南東あたりの丘陵地帯というか、まあ山地かな、山のところかな、それがすごく起伏があって景色もいい場所です。どうした？いろいろ考えすぎないで、もっと気楽にね。ついてはちょっと詳しいんですよ。いいですね。そうですね。そうなんだ。とっても嬉しいです。やった。元気に張り切って行きましょうか。そうしましょう。また、
赤が戻ったので青で戦います。そうですね、まあこのままでいきましょう。しばらくは行ってきます。なるべくな星を引きたいですけどね。水属性が弱いんで。そうなんですか？え？心配。ああ。うん。うん。吐く。なるほどなるほど。あ、雨ですね。使うしかないですね。これが私の戦略だ。恥ずかしい。見えない聞こえない見えない聞こえない。えい。強いですね、なかなか。ハルカレシーブのかなちゃん。さあ、たくさんお花をいただきました。いろいろ考えすぎないで、もっと気楽に。今度はそうですか。起用しましょう。彼女がいますね。行ってみましょう。出発しよう。お手柔らかにお願いしたいです。スタミナ自体は大したことないんですけどね。まずは全然問題なかったですよね。属性がこれでもなかなか強いな。間違えた。おっと、こっちか。シノです。シノの出番だ。少し待ってください。ここをこうして。できました。すごいビームになった。どうぞ。14,505。やりましたね。お疲れ様でした。
めちゃくちゃ雨。これみんな体冷えますよね。体が心配だ。キラーキラーの。お、クリアが、クリア、お前の正解。おー、水の愛。あらあ、そう、上風邪ひくぐらいなのか。ですね、スタミナが35なんで、スタミナ回復使っちゃいましょう。さあこれで再び戻します。ちょっと待った、武器が変わってる可能性はないのか。モーテタマテ一ノ瀬かな。力入ってますよね。さあ探してますね。違うと思う。どんな敵でも油断禁物だぞ。ここだ。調子に乗るな。それ。相変わらず弱いですよね、雑魚クラス。やっぱり収集クエストなんですかね、本番は。調子に乗るな。それ。ボスが強いぐらいかな、ちょっと。油断しちゃダメだ。おや、ワーニング？彼女って。ただ単体なんですよね。まあ使っちゃいましょう。敵が良ければ何でもしちゃうよ。いらっしゃいませ。はっ、単独攻撃だったよな。そうですね。お待たせしました。これは好判断かも。来た。何するんだ。私の武器は、おー、彼女もカナも使えますね。強い。みんなのおかげだね。そうだ、バレエには長けてたんだ、ハルカーレシーブの時。雨止みました。ここに皇帝使うか、うん、もっとコルクの声も収録してほしいよな。うん、はい。鼻の脳死っていうのがあるんか。そうなんだ。それは良くないです。よいしょ。下手に動かない方がいい。はい、お任せください。お花屋さん、いかにもっていうことですね。そう、そうなのだよな。いいね。そうなんだ。
これでもうすぐ解決かな。さっき強いのがいたんで。風邪かな。当然の報い。とっても感謝です。皇帝そそっかしい。うすん。かな強い。意外と強い。キスかな。かわいい。クリアが温めたんかな。うらやましいかも。もう1話あるかな。ここでシナリオクエストすべてクリアですね。はい、霧がいいんで。今日もはかどっておられるみたいですね。一旦ここまでにしたいと思います。まあまだスタミナが16残ってるんで、デイリークエストじゃない、メインクエストじゃない、デイリークエストでもやりますかね。修練場とかすごいんやけどな。まだそこにクリアするには早い。なので進化の、あーでもまあいいでしょう。とりあえずは上級です。このメンツだけど変えたいな。ここもなんか弱いですよね。アギリが一人キー入ってる具合で、全体的なレベルアップもしないといけません。よし、いくよ。夏の女子高生をなめるなよ。来た、早くも。よし、キメキメでいこう。いいメロディー降りてきたよ。お、集団攻撃、さすがです。使いますね。やっ、おっと、ここで来た。花山田の花も手段攻撃できますからね。強い。強いですよね。さあこれで最後2人登場。まあアギリで倒せますからね。アギリ、ヤスナだったっけ。ヤスナですね。どっからアギリが出てきたんだ。アギリはあれじゃん、あの天然由来の成分ですじゃん。デイリーのクエストを5回クリアするとミッション達成ですか。強化もやっときますかね。あえて初級で。いいか、それならスタチューで方がいいのかな。アルシーブが、アルシーブをな、あの仲間にできるんですね。今やりますか。ちょっとこれあくまで花を持たせたい。
この辺は余裕ですよね。さあでかいサソリがいるぞ。毒サソリ。さあここで3人ともなかなかいい働きしますけどね。負けるつもりはない、かかってこい。なかなかかっこいいですね、アルシーブさん。私の奥義見せてくれ。 CV サシロミユキです。光あるところ闇はサシロさん、光現れこの手でルナティックミディア。すごい、さすがだ。ソラ様のためラスボス。この勝利皆と得たものだ。いいですよね。クエストキーのキーもいただきました。せっかくなんだし楽しまなきゃね。これからもよろしく。はい、というわけでこの友達の友達は友達大作戦、ストーリーをこれからシナリオクエストですか、関係させました。私も、収集クエストやこのような強そうだから断線クエストもあります。断線はさすがにちょっと敵が強いよな。さあ挑戦権というのも必要ですからね。これからお出かけ、収集クエストで稼ぎつつ、私も断線クエストに行く流れになるかと思います。また、20日には復刻記念追加シナリオというのも公開されます。これもあの復刻版なんですよね。こちらの方もチャレンジしていければなと思います。高くかなちゃん、好みのタイプですね。はい、運動は苦手だけどなんかすごく癒しになるっていう。